不和和右衛門正種、不和正種元禄十六年二月四日は江戸時代前期の武士阿穂浪氏四十七氏の一人。通称は数右衛門。本姓は平氏。家紋は偶角説に横一漢文十年阿穂藩朝野家家臣岡野正春の長男として生まれた。母は同家臣の長沢六郎右衛門の娘。弟に桜慶成佐助。 亀八、妹に、笹川忠衛門室、上島康介がいる。元禄三年頃に、浅野家家臣の不和和衛門の婿養子に入った。養父、和右衛門が死去して、不和家の家督を相続し、和右衛門の通称も継いだ。阿公藩では百国鳥の馬回り役、浜辺奉行を務めた。しかし、それから間もなく主君、浅野長則の歓喜を受けて、 藩を追われ浪人した。これは正種が歌木を切ったのが原因のようで、名前や記録には、元禄十年八月十八日、不破和右衛門が歌木を切って、平門を仰せつけられ、十一月開日平門ごめんと、ある。その後は、江戸へ移り住んだが、元禄十四年三月十四日、朝の長則が、江戸城昇士王廊下で、良義仲に人情に及び、即日切腹。 赤穂浅野家は断絶となった。牢城になるとの噂を耳にした正種は、数人の元阿穂藩士の浪人と共に、赤穂城へ派生参じたとされるが、この浪人は、父の桜信介で、家老、大石義雄に断られて返されている。赤穂城引き渡し後、大石義夫が中心となって、旧藩士の間で偽名が結ばれた。義夫が江戸へ下った際に、 正サは偽名への参加を懇願吉田兼助の取りなしで正サの長典の墓への母参画がない、帰参した家臣として偽名への参加を許された。その後、松井一太夫と変名して他の同志と共に江戸に潜伏した。元禄15年12月15日未明の吉良屋敷への内入りでは、裏門隊に属して屋外に配置されたが、 らえがたく、持ち場を離れて屋内に突入している。一等中最も目覚ましい働きをし、数人の敵を倒しその刀は、さらのようになっていたと伝えられる。なお、キラを打ち取り、仙学寺への引き上げに際して、大石義雄に進言してお目めけ、千国久直へ出頭して、工場所を差し出すべきであると主張したとも言われている。その後、伊予松山藩主、 松平正史家の中、屋敷へ預けられた。元禄16年2月4日、江戸幕府の命により松平家家臣の荒川重、ライブの解釈で切腹。去年 34? 主君、浅野長典と、同じ高輪船学寺に葬られた。戒名は、破棺祖剣神寺。なお、幼い維持、不和大五郎がいたが、父の本会後に出家し、古川栄章寺の僧となっている。 マサタネを主人公とし、通称のフワカズエモンをタイトルとした日本映画が7作製作、公開されている。いずれも現在、東京国立近代美術館、フィルムセンターには所蔵されてはいない。ありがとうございます。